こんばんは、エモケンです。DIY 皆さんご存知ですか、Do it よろしくって DIY なんですけども、通常ですとホームセンターでみんな物を買うんですね。しかし実は世の中にはもっと安くていいものがたくさんあるんです。そういったものをエモケンがですね、いろんなことを紹介して皆さんの、DIY ライフをですね満喫していただければと思って、今度紹介させてもらおうと思ってます。ベチャベチャになったりすることっていうのは DIY よろしくではよくあることなんですね。どうしてもこのように見えますかね、爪の間に汚れが入っちゃって、こんなんが嫌でね、作業するのを躊躇する人が多いんですね。そこで今回こういった汚れがすぐに落とせる魔法のブラシを紹介したいと思います。今回紹介しますのはつめっこブラシという商品ですね。こちらはですね、もう見ていただいたら分かる通り私だいぶ使い込んでます。ちなみに、分かっていただけるかな、こっちの方がですねちょっとブラシが長くてですね、これがつめっこブラシプロなんですね。でこっちが普通のつめっこブラシで、ちょっと難しいかも分かんないんですけどね、ちょっとブラシの長さが違います。でこれを使って先ほどの爪の中の汚れを落としてみたいと思います。ではこのような爪の間に入った汚れをさまざまなブラシを使って落としてみたいと思います。まずは、家庭にあります普通のたわしですね、これでちょっとやってみたいと思います。多少は落ちますが、まだ爪の中には汚れが残ってしまってますね。では次にとあるハンドクリーナーについているブラシですね、こちらでも試してみたいと思います。たわしよりかは落ちるんですけども、まだこことかかなり汚れが残っちゃってますね。ではここでつめっこブラシでチャレンジしたいと思います。こちらはですねつめっこブラシのプロじゃない方ですね、ちょっと毛が短いんでね、だいぶ僕は使い込んでますけども、こちらで試してみたいと思います。もうね、硬くなってきて全く落ちないですちょっとプロ取ってくるではこの汚れをつめっこブラシプロで落としてみたいと思います。このように指を入れて回すだけですね。さあどうなってるんでしょうか。まだ少し残ってはいますが、この辺りかなり落ちたのがお分かりいただけますでしょうか。今回の実験でつめっこブラシの威力は皆さん分かっていただけたと思います。これを使うことでですね、僕の爪の間の汚れはこんなに落ちることができました。整備するってなった時に手の汚れが嫌でやりたくないという人が多いんですけども、これさえあれば気兼ねなく何でもチャレンジできると思います。他にも爪の間を落とすブラシはたくさんあるんですけれども、落ちないブラシを選ぶのか、それとも落ちるブラシを選ぶのかはあなた次第です。